さあ、再戦を制するのはどちらか。さあ、始まりました。さあ、藤谷が大きいボールを振っていく。一発入りました。さあ、組んでいったのが早原。バック飛ばすな、バック飛ばすな。向き合えよ、向き合えよ、向き合えよ、取らすな、取らすな。向かえよ、向かえよ。これ無理やりでしたね。ちょっと焦ったか、早原。頭下げ、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 さあ、しっかりバックを奪っていく早原。ここからのサブミッションとかもすごい上手なんで、潰されんなよ。藤谷選手はちょっとここを集中して、そうですね、だったりは絶対守りたいと思います。少しずつずらせ、それでいい。さあ、ケツをずらせという指示が飛んでいる。ゆったりやるなよ、そこ。蹴ってくるな、蹴ってくるな。やってるぞ、逃げ。動くと、一気に動くぞ。残り3分半。さあ、早原、しっかり首に腕を回していくことができるか。脇で締めとけ。さあ、バックは4の字でしっかりとフックしていきます。早原、抜かすな、抜かすな。手持っとけ。潰されんなよ。もう入ってくる、入ってくるから。しっかり処理しよう。いい、その場所いいぞ、いいぞ、いいぞ。手を持っとけ、手を。そう、2分、あと3分。クリーンヒットもらう。さあ、なかなか決めさせない藤谷もさすがです。まあ、3分あるので。おー、これは。勝者、早原キラト。お、膝やったか。膝が痛そうですね。さあ、1本決めましたが、早原、膝が1ラウンド2分19秒。1ラウンド2分19秒。スリーパーコードによりまして、赤コーナー早原キラト選手の一本勝ち。以上の結果、早原キラト選手がバンタム級新人王決戦トーナメント決勝進出となります。また勝利いたしました早原キラト選手は、株式会社ファッションキャビン様より勝利者賞が贈られます。ちょっともしかしたら膝が抜けちゃったかもしれないですね。膝もともと悪い。ちょっとなんかたまに抜けちゃったりするらしくて、まあ今回もテーピング前で出るって言って、もしかしたら4の字、まあ、あー、おー、膝が抜けちゃったかもしれない。全然嬉しそうじゃないですか。そうですね、やっぱちょっと打撃の立ち合いで最初本日第5試合は1ラウンド2分19秒スリーカーコートで言われて、早原キラト選手の一本勝利でした。もらい方が悪かったなっていうのがありますね。ただやっぱり強いですね。問題児、問題児おめでとう。問題児おめでとう。あまり松根さんを怒らせるなよ。